それではここで本日見事勝利した黒部アクアフェリーズの菅野真希選手にお話をお伺いしたいと思います。菅野選手、おめでとうございました。今のお気持ちを教えてください。やはり、全員バレーでこの1勝を取れたことがとても嬉しいと思ってます。ありがとうございます。次の試合への意気込みをお願いします。やっぱりアクアにはスター選手っていうのがいないので、チーム全員で一丸となってまた1試合1試合戦っていきたいと思います。ありがとうございます。最後に会場のファンの皆様へ一言お願いいたします。今日も、富山の方からもたくさんの応援に来ていただいて本当にありがとうございます。まだまだ試合が続きますので、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、黒部アクアフェリーズ日産の南選手でした。それより菅野選手のサイン入りボールを会場の皆様へプレゼントしていただきます。身を乗り出しますと大変危険ですのでご注意ください。